から最後のアプデが来た頃に買ったんですよ。大防災。だからその流れ君がいつから使ってるかっていうのもあんまり確認できない。よっしゃ、じゃあお願いします。あんな下まで手通し出てきたら全然だと今当たんだけでいけるんですよ。みんな下まで取れる。スマメイドでも CF なんか唐揚げさんとしか早く名前に当たったことなくてボコボコにされたんですね。あれ対方めちゃくちゃ得意なんで。そう勝ったらなんとか勝ったらめちゃくちゃいけそうなカードの感じだ。あ、で、難しいのはこっちっすね、こっち側できてます
ハハ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 で、反抗する、しようとすると、まあ当たっちゃうんで。あれはもう、ジャスだと思って、そう。ハハ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 ちょっと克服できてきて、あ、苦手だったね。もう恐怖心が勝ってましたね、普通に。あ、俺勝たないと。
あれ待って、ラフェクトゲームやだ三立てもやだ、死んでんなよやだえあこれ取ったでしょ、よし、よしまだ三島の感じは飛びますよね。よろしくないな。終点なのに。終点拒否ですかね。終点拒否ですね、これは。実際僕終点ちょっと苦手で。どういうことですか。誰かった方が。同じ使い手に怒られたんですよ。怒られます。全然拒否でやったんですよ。これぐらい嫌いで。じゃあ村町もじゃあ同時に。いや、村町は好きです。なんか、何がないと攻められなくねって思って。あー。門面とか。はいはいはい。そういうこと。村町は、終点の恩恵も、まあ、コンボ入ったらそうですね。それもあるし、台がある時は立ち回りが強くなるっていうので、ね、やばい、そこも立てない。シリーフ対策を勉強しよう。いつもマイナス150ぐらい。マジでこれぐらい本当になくてつまずいてくれるから、ここなんか持ってるけど、なんか負けてるんですよね。やっぱり財布にさえ警戒してたら、こっちってなんか DA だったり、ダッシュつかみだったり攻めるタグがいっぱいあるんですよ、ね。でもそれに翻弄されて指導技当たったら、さすがにまあコンボ体勢ないから、そのワンターンで持っていかれるからなんで。一回風神拳見てから反撃してくる。財布はそうですね、見てから DL 差し返したりはできるんで、フレーム的に。逆に振らない立ち回りの方がきついですね、ニュートラルで。無風になれば。そう、無風に。できた時だけ財布に合わせたりとか。
あ、地獄長いですか、ま、おにぎりみたいなやつ。とんでもない地獄は、確かに5フレームぐらいだから見てから、その場かかりは、あの、知れます。わかるんですね。オンはちょっと、まあ、むずいっちゃむずいですけど、はい。で、クラウドも横鏡を合わせるよりが簡単なんで、ちょっと、この場あかりはもう、足りる人は絶対カルマン。いるので、ね、バースト圏内ではもうその場上がりはやっちゃったんです。鹿児島のハルコン地帯に行ってもやらないハハ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 負けるんですよ。で、本戦は、なんか、勝てやろ。あ、それが、で、勝てます。いやー、トーナメント勝ってるんだったらね、ですよ。全然違うの、びっくりした。いや、すごいっすもん、トーナメントの圧。
ほんまに。それ、コードするの時間かかりましたか、ね、あ、もう克服しました。いやー、もうだいぶね。あありますよね、その、この後、行ったらやっぱ特に、あ、そうなんですよ。ねんねんとかカズヤとか、やっぱ、あ、すごいですね。メンタルユーリー取ってもらって。あー食らった時のデク編ってもう見てからそうですね、見てからっすね。あうわー、いい、そんな飛び方すんの。なるほど、なるほどですね。ちぎりくんはこちらです。この前チェスト行った時に初めて会って、あそう、なんか1800ぐらいじゃなかったぐらいのファルコンですよね。マジか。え、元メインとかですか。いや、そんなじゃなくて。これやばいっすよ、このカード。え、どっちが言うでプラス3ぐらいで。あ、そんなに、そんなに。地獄見てるわ。オフラインに限りますけど。やばいっす。中で勝てるダムマジやばいっすよ。やばいっすよ。ピカチャン選手とかすごいっすよ。いや、そうなんですよ。何でも見えるんで。あえ、これあ、ちょ、あ、ジャンプない。あっ二度とやらないです、このカード。やばいんですよ、ほんまに。とんでもない。まあ、ファルコン側の、まあ、キャラコンあるのが前提なんですけど、はい、やっぱり。やば。こんな地獄なんだ。さすが強いな。キャラパワー。キャラパワーが違う。上位互換の感じしますね。上位互換じゃこんな。あいたな。あ、毎回選んで合わせられてるわ。
あ、すいません。うわ、めっちゃすんごい。しゃがめばいいと、え、空縁って、まあ、普通にガードつきだから掴み通りますよ。ね、これ最低空で切ったら不利4なんですよ。なんで、あの、掴めないです。ジャスカはいけない。ジャスカやったらいけますけど、最低空やったらジャスカでも無理ですけど、最低空で振るっていうのはまあだいぶ難しいので、ジャスカ取れたらまあ掴み入れ込んでいるかなと思います。ファルコン使いが全員が全員その僕は入れ込むとは限らないんで、はい、相手の様子を見て、そうです。17点6。ああ、これ。え、何これ。八コンボ。ええ、はい。そうだ、やめて。あれもめっちゃ。下の手持ってれば、シュートになるかっていう。下に伸びるもんね。あやっぱ大事だな。チェスト終わった後の2時間以下、はい、ゲームバーで結構フリーやったんですよ。あ、まあ、だいぶ待ちましたね。
あーぶってるねー。意外にも見てたから、うまくこのまま知られなかったいやーうまいスナイパーやは許されていいのかな。すごくもんだ。ハルコの席はマジでやばいっす。でリトマなんか帰ってこれたもんじゃないですか。まあクリエイキャラだって誰が癒やしてる。ねリュウっすね。あリュウ。なんか異質ですね。こいつ硬すぎっすね立ち回り。ああ。で、安定火力を毎回取ってくるし、はい、で、80ぐらいからもうこっちバースト剣でなきゃいけない。無だったら負けますよ。着熱とか当たって、あの血管切れて、ちょっとイライラしてきたら、もう負けます。竜、カズヤ、剣、テリーの順番かな、個人的に。テリーはもう全然いい。テリーめちゃくちゃおもちゃにできますね。オフをやったら。復帰できないですね、ハルコンにこいつ。で、暴れも弱いし。あれ、暴れは。え、じゃあ、電キャラの中で一番だるいのは。サイフリはピチューフリ。あ、これやばい。ちっちゃい上に何か技引っかかったらすぐ、バケツと出る展開になって、で、こいつがハルコンの復帰を潰すルートを持ってるんですよ。LB でルート制限して、はい、で、空落としとか。はい、すっぽ抜け狙って、回避暴発化したり、あ、ね、結構だるそうで、ハルコの苦手な要素を全部持ってるんだから壊すことが前提、こっちがピチューとか、あとワリオとか、ピンセスがゴリゴリ強いキャラはだいぶきついですね。近接がゴリゴリ強くて、復帰阻止もファルコンに安定してできるようなキャラが基本的にはマイナス側かな。ファルコン結構復帰阻止ってか、まあ復帰強いって言われますけど、実際復帰のごまかしが効くだけで、復帰のごまかしと距離があるだけで、ルート分かってたら、まあ、一応叩けるっちゃ叩けるんですよ。はい、そういうのを叩きやすいのが先上げたマイナスにいるネス、ピチューとかワニューとか、その辺になるんですけど。カズヤはファルコンに対して復帰阻止は難しいですね。え、空下って聞けないですか？空下は見てから、こうやって泳いでピッピッと行けるんで。ガンだったら空下って全然。泳げないんですか？泳げない。あ、泳げるからね。このジョギフさんはもうファルコンターンです。ファルコンターンです。ほんまに。ファルコンターンすごい。修羅の道ですよ、ほんまに。とりわけめちゃくちゃいけるキャラもいなければ。かといって、まあまあ、
ほんまに無理っていうカードもないからこそファンでやっちゃうんですよ。あうわいや、無理ですよ、実際全キャラと読み合いしていかんとダメなんで。やばい、これハハ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 やっぱ唐揚げの作品って彼全然興味ないんで課題に対して、まあそれを参考にしつつやってたら、まあ攻め方が分かってくるようになって、はい、でそれで興味が自然となくなりましたね。まだにファルコンの恐怖は全然違う。ファルコン怖いでしょ、こんなおっさんがガンガン走ってくれないからこのゲームね、おっさんが強い。いや、すごい。え、これやばいの？おい、どうぞ。あ、いやだめよ。オッケー、まだ。やばい。え？おお。
ハルトンは高音の時ぐらいか。僕エンジョイ勢で ST の初期ぐらいまでエンジョイ勢やったんで、64から、はい、もうでもデラックスから出てパルコンですね。はい、カッカンファンカル、カズヤ何年でしたこれ。26年スマホでやってます。受け身方向だったんだ今。ものすごいピンク。受け身方向か今の。いや。無理だ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 。無理だ。あ、そうか。配信されてる。これ配信されてるんですよ。いくらですか。最近のジャックピックでも受け身は取るので。いやでもあの密着時のファルコンダイブは受け身ミスる人多いですよ。あ、なんか。回避上がりを、あの、焦って押してしまって、それで受け身取れる猶予がなくなって、行っていく人多いですね。連動です。全然も使えなくて。
思った以上に早く行く。あー、で、ステップも独特ですしね、めっちゃ独特で。あれでも、ほんと大変そうだな。もう昔からこんなステップっていうか、機動力高いの。もう64の時からこいつは機動力がナンバーワンとしてやってたんですけど、X でソニックの参戦により永遠の2番手になってて、今も2番手、もう圧倒的1位ができてしまった。コンセプト的にももう、そうそうそう、うわ、いつものやらしい。あれで2フレに下がってます。2フレの前の普通に貫通して当たってます。入る前の足が伸びて、そうです、真空判定がファルコンのブーツ分ぐらいあるんですよ。伸びすぎてなかったとね。ランキングぐらいの先の判定になってない。意味不明なんですよ。あれ、人間も足から出てます。ガルビス様に渡るのがびっくりした。いい、来るタイミングも見たり、やだ。めちゃくちゃ強いですね。でも、カズヤには曲入りたいから、まあ、台のないときは眼鏡必したらいいんですけど、その時間、あんま好きじゃない。あんま逃げるの好きじゃない。まあ、いや、でもその気になったら、僕はいつも逃げたりしますけど、その試合時間長いのがあんま嫌なんで。疲れますね。いやー、
え、今どこから来ました？え、隠れっすか今？いやー、なんか隠れそうな感じですね、今の。アドリブ、あ、アドリブっすね。アドリブで気づきな上の裏当てからの当て。初めて見ましたよ。死ぬと思わなかった今の。アドリブ、アドリブ力がアドリブ力なんかすごいな。必要っすね、このキャラはやっぱり。回避が取ったら死ぬ。そうです。終わり際狙ってるんで、あ、そう。あれ？唐突に。いや、一番当たりたくないキャラ、ルイーリって思ってたんですけど、ファルコに変更で。勝たないといけないのがルイーリだったから、まあ、相性的にそうですね。傾くなら、まあ、カズヤ側かなと思うんで、ボブか。ルイーリ、カズヤが取ってるって感じ。だな、結構ファルコン使いもカズヤ使いもボブに落ち着いてきてるみたいな。あー、もう最近でもまあほんまに C で傾くならカズヤ側でいいんじゃないかなっていう感じ。ボビドールがないのか。そうですね、近づかなかんのはこっちなんで。僕は作ってるのにどれぐらいかかるんですか？でも1年ぐらいですね、恐怖心なくすのは。1年ぐらい。1年かけて直そうかなと恐れてます。僕はそれぐらいかけて直そう、僕も。ミミキは永遠に恐怖心消えないんですよ。あいつは怖すぎます。マジでよかった。ルイージ族の中でルイージが一番嫌いです。全キャラの中でトップクラスの苦手です。カズヤより立ち割り強いもんじゃないです。立ち割り目なんていうか、なんか使われないんですよね。カズヤとルイジってまあまあ似たような即死キャラですけど、カズヤは触れるけどルイジなかなか触れないんですよ。NB 風前のセッコンが何もやっかいすぎますって感じです。特にサイクロンとかもう1フレ暴れはマジでうっとうしい。ファルコンでああいうなんかボタン臭いコンボも多いんで、それでルイージ側はチカチカチカチってやりやすいから。ああ終わった。これオフとオンでタイミング違いすぎて全然いらないですね。あ、そうなんですか。まあそうでしょうね。あ、やばいやばい。あ、いいね、やっぱ。あ、おや、これがあった。こんな、こういうカード。カズヤの勝ち。
次ラストあ、見しましょうか。風下に止まってたんですけど、しゃがめよ、しゃがめも当たらん。常に下に風下に あ、これ忘れてた。運だって一撃するか。そうなんですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、長時間。いえいえ、楽しかった。ちょっとチェストに来られた時に あんまり、てか一回もお話できなかったんで。確かに、そうです。お話できてよかったです。はい、ファルコン、克服してください。残ってるんで、記録が。で、GC コンはあれですか、コブコンですか。それ、ただのコブコンですね。ああ、一時期コブコン自体ってやるんですけど、なんか、勝手に接続が切れたりして、変換を入れてしまったから。ハッテル基盤だ。多分白鳥基盤で元に戻しますね。なんか一回不信感入れてしまったらなんか気持ちよくトーナメント使えないじゃないですか。勝手に接続切れるってこっちの責任なんで。あとやりましょう。ぜひ関西とか来ます大会って。まあ、ほとんど、九州内で、空論も2回ぐらいしか行ったことないんですけど。で、チェスト。鹿児島鹿児島の海で、ね、じゃあ、チェストが、まあ、なってそうですね。まあ、でも、大阪ついてくれたんですけど。ああ、取れるんで。お、じゃあ、スマホとか、もう、行こうと思います。